ペーチの初期キリスト教墓所の一ケラトリコラの遺跡ペーチの初期キリスト教墓所は、かつて、ローマ帝国の属州パンノニアの都市、ソピア内に築かれたネクロポリスである。その遺跡は18世紀以降に発見され、現在、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。4世紀に建造をされた、この墓所は、 キリスト教の公認の後もカタコンベでの埋葬が行われていたことを示す例であるとともに描かれていた壁画の芸術性なども評価されている。ソピアナ絵は入植者たちによって2世紀に建造された都市で公易や軍事上の要衝に当たっていたことから4世紀には大いに繁栄していた。世界遺産に登録されている墓所がソピアナ絵の北側に作られたのもその頃からのことで、 8世紀までに多くのキリスト教徒たちが葬られた。その保守の存在は、ハンガリー王国の初代国オイシュトバーンミ世が国内20の主教区を置いた際に、その一つをこの町に置いたことにも影響したと考えられている。ペーチと名前を変えた、この町で、墓所の遺跡が発見されたのは18世紀初頭のことで、ある。その後、20世紀まで、 断続的な発掘で様々な遺跡が見つかった。構成資産は以下の16箇所の墓地遺跡である。カタコンベの地上部分には礼拝堂なども築かれていたため、以下の構成資産には地下構造物でないものも含まれている。こと百8 7 2年に発見された埋葬室一は西側の壁面にペトロとパウロが描かれていることから、ペトルパウロというあだ名で呼ばれている。 この埋葬室には、他にも、聖書を題材にしてアダムとイブ、ヨナ、マリアと、幼子イエスなどを描いた壁画があり、その芸術性への評価が高い。1997年に最初に推薦されたが、その時は、ハンガリー当局によって、審議前に取り下げられた。改めて1999年7月に推薦され、翌年8月に推薦書の改定が行われた。 その時の英語の推薦名は、ペーチの初期キリスト教墓地の16建造物群、アーリー・クリスチャン・セメタリー。フランス語名は、ペーチにあるソピアナへの初期キリスト教墓地であった。それに対して、世界遺産委員会の諮問機関である、国際記念物遺跡会議は、英語登録名に関しては、より簡略化することを検討すべきとしたが、登録を勧告した。 2000年の第24回世界遺産委員会で正式に登録されたが、英語登録名はアイコモスの勧告が反映された。そこで登録時点の正式名は p s c s r e クリスチャンセメタリー、CMT やペイリフリションで PSES となった。当初の名称に関する日本語訳としてはがあった。2003年の第27回世界遺産委員会で名称を アーリー・クリスチャン・ネクロポリス・オブ・ p、AC、s s ネクロポル・ペイ・リフティンで PSES とすることが認められ、現在の名称になった。その日本語訳は資料によって、以下のように若干の違いがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。